この番組は光圀社長と社員たちが世間で話題になるであろうおすすめ情報をいち早くキャッチし皆様にお届けする番組です。走れ光圀社長。社長、この番組の X 知ってますか？はいはい、あ、もちろん知っとるよ。いや、それが開設してから4年近く経つのに、はいはいはい、全然フォロワー数が伸びないんですよ。いや、そんなことない、もう結構言ってるやろ。現状426人です。少ない。さすがに社長は人気ないですもんね。はっきり言うもん。なんとか X のフォロワー数を伸ばしたいということで、今日はちょっとある企画を用意しました。お、はい、ですか。奇跡の瞬間写真でバズろう。ございまして、はい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 、まあ、こういったあの X とかでね、うん、バズるツイートというのはですね、うん、まあ、奇跡の瞬間を捉えた写真とかがあるんですよ、うん、まあ、これをね、まあ、意図的に作り出そうじゃないかということです、うん、はい、一発撮りで撮れたらこれ確実にバズるんで、うん、目指して撮っていきましょうという。 OK、 分かった、はい、やっていこう。まず初めに挑戦してもらうのは顔面がバスケットボールの瞬間です。なるほど。この顔が描いたバスケットボールを投げてもらって、被写体の顔の目の前にちょうど来たタイミングで写真が撮れるかということで、まあまあ、わしまあバスケ似てる言われるし、バスケ似てるって言われる、バスケに似てるって言われる、バスケに似てる、バスケ似てる言われるから。え、僕以外ボールに顔収まりますか？何がやねん、収まるわ。大丈夫ですか？収まるわ。心配だけ、心配だけ。光圀社長が被写体となり、吉本カルビが投げる役、森田 GM がシャッターを切ることに。チャンスは一度きり。3、2、1、確認したい。どうでしょうか。見たい見たい見たい。果たして奇跡の瞬間は撮れているのか。では撮れた写真を確認します、はい、お願いします。お願いします。うわだいぶ遅いな。全然どういう写真？だいぶ遅い。にっこりしてるおっさんやぞ。何やねこの写真。何やこれ。バズるわけないやろ。ただ笑顔の社長が写るという、ちょっと遅いか。ちょっと遅いっすね。なるほどね。残念ながら奇跡の瞬間を抑えることはできず、続いての挑戦は全員が半目の瞬間を撮れ。なるほど。お三方にですね、はい、高速でそれぞれ瞬きをしてもらいます、はいはい、全員が半目になっていたら成功、うん、ということで。なるほど。だからまあ1人の高速見て、残りの2人が その人の高速に合わせます。そうそう、一番遅い人に合わせますか。はいはい、社長じゃないですか。一回やってみてもらう。遅いとか一回開けてなかったとかありましたよ。なんか2回ギュッギュッってその目つぶったまま2回やってる時間ありましたよ。僕行きます、はい、おお、いや、まあ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 、まばたきうまいやん。これ半目チャンスありです。まばたきうまい。あ、嬉しないわ。あんまもっとできるで、ギャグとかも。自分でやる。そう、チームギュッ。一緒一緒、ほんま。この2人がえぐい。ってなったな。シャッターチャンスは一度きり。奇跡の瞬間を撮れるのか。じゃあまばたき開始お願いします。押しますよ。はい、確認しよう。果たして結果は。みんなでまばたきして全員半目の瞬間が撮影できるのか挑戦。果たして結果は。森田さんが見てる。森田さんが見つかりさん勝手に寄り目足してません。めっちゃ面白い。一人だけおもろだろうって。残念ながらこれも失敗ということで、最後の挑戦は空中千手観音の写真を撮れ。どういうこと？全員同時にジャンプしてもらって腕をパッと広げてもらいます。その瞬間を写真に収めて、見事千手観音綺麗にできていたら成功と。一回一回危ない。危ない。無理はしないで。危ない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 
社長が後ろ足こんなんだ。後ろ確定です。これは多分ジャンプのタイミングと高さを合わせるのが成功のポイント。せーの。あ、でも今肉眼で見ただけですけどいい感じです。おー、来た。ちょっと掴んでられるみたいな。チャンスは一度きり、はいはい、果たして成功なるか。せーの。お、どうだ。では空中戦時間のうまくいったのかどうかお願いします。おー、結構いいじゃん。すげー綺麗じゃないですか。でもでもこれいいでしょ。いい、めっちゃいやー、成功。でかい。空中戦時間の見事。はい、ね、これはフォロワー何人目指しますか。今430何歩です。これで4万。4万。確かに。皆さん SNS のフォローよろしくお願いします。